お疲れ様です。はい、マキさん、はい、今日監督としての初練習やりましょう。うえやりましょうや。楽しみにしてますよ。楽しみ。どういった今日は練習を、今日はちゃんとメモしてきた。あ、マキのノートです。ちゃんと今日やる練習はちゃんと書いてきました。今日は対人やります。対人、今日はあの選手の個々の能力を、うん、いい意味でも悪い意味でも知る、はい、誰が得意なのか、誰がどういうのができないのかっていうのを知る上でもすごく大事だと思うんで、はい、そこら辺をちょっとこう戦術ってよりかはまず個の能力のちゃんと僕が理解しないといけないんで、それやります。わかりました。じゃあその練習楽しみにしてます。いえ、いけ。気づいたら自分がやっちゃうかも。おえ、いいね。まあさっき言った通り、はい、その対人のところやりたいから、はいはい、俺も全部が全部選手の能力とか分かってないし、はい、自分がやろうとすることの戦術を落とし込むよりもちょっと個の能力がどれぐらいあるのかっていうのを測りたいんで、はい、今日はがっつり1-1-2-2-3-3、そっからゲームみたいなの持ってきて、あ、全然大丈夫です、はい、基本的にもう俺がやりたいことは、はい、そのもう結果とか攻撃守備のところの、はい、あのバトルのところで、はい、ちょっとこう勝ち負けのところをちゃんとこういう練習中から抜かれたからいいやとか、はい、外したからあーっていうのをじゃなくて、はいはいはい、ちゃんとポイントみたいにやりたいのよ、トータルで、はいはいはい、だからどんぐらい誰が取ったか、どんぐらいボールを奪えたかみたいな、ちゃんとそういう表みたいなのを作りたいから、はいはいはい、1対1の練習の時とか、はい、例えばじゃあ攻撃側が点取ったら2点とか、はい、でボール奪ってライン突破したら1点とか、そういうのちょっと後で、はい、点数を決めてちょっとチェックしておいてほしいです。わかりました。オッケー、はい、ルールはここにマーカー、ここにマーカー、ここにマーカー、ここにマーカーで、アタッカーからボール、アタッカー、守備でキーパーでしょ、はい、で、もうシンプルにここからスタッフがパス出してここから1対1してもらって、はい、もう攻撃側はとにかくシュート決めたら2点、はい、2点、はい、で、ディフェンスはボール奪ってライン突破したら1点、はい、で、蹴り出しても、1点、はい、それでいきます、はい、で、あとは、そう、これ結構気になった。フリーキックになった時にすぐボール返してみんなボール見ずに帰ってすぐ始められてシュート打たれるシーンとかあった、うんうん、でそういうのを細かいところだけど、コーナーキックでキーパーに取られた、みんなポジション戻る、それはいいんだけど、ゴールキーパーの前に立って何秒か遅らすとか、フリーキックになった時に相手の前にパッて入ってすぐリスタートさせない、こういうところをみんなにちょっと注意書きで伝えていかなきゃいけない、はい、直近の試合でゴール決めた後のみんなの反応がものすごい良かったんだけど、もう少しゴール決めた時に喜ぶのはいいんだけど、これがやっぱ まばらなんだよ。もっとゴールに対して全員が喜びに行く、そういう輪とかベンチでみんなで喜ぶみたいなのを俺はこのチームで作っていきたいと思ったから、そこもう一回選手たちに伝えたい、はい、なんか J1 だろうがこのレベルだろうが俺は関係ないと思ってるから、別にゴール決めたら喜べばいいし、でそれがディフェンスの選手たちはゴール決めてよし、じゃあポジション戻ろうじゃなくて、称えるそういう姿とか輪っていうのはめちゃくちゃ大事にした方がいいから、そういうのはやっぱちょっと練習試合見て喜んでる選手はいいんだけど、それをみんなで称えてじゃあこうしようねっていうのを持っていきたい、はい、うん、それがちょっと練習試合で気になったところかな。あとはもう去年から積み上げだと思うんで、はい、細かいところちょっとやっただけで全然変わると思う選手、はい、うん、さあということでじゃあ今日対人からやりますね。はい、終わりました。まもなく練習スタートということでやりますね。はい、どうですか心境としては。いや、まあでもずっと準備してたし、うん、別に変に気負いすることなく1回の練習を無駄にはできないし、みんなね仕事してる人もいるし、全員が全員毎回来れないから、そこがやっぱ社会人リーグと J リーグの違いですね。そうですね、頑張ります。はい、よっしゃ、頑張ってください。ありがとうございます。今日から、僕も入って、やります。でやれることを一個一個の練習の時に、要求していきます。で、できるだけ今日みんなの能力含めてどこが得意なのか、どこができてないのかっていうところも分かって、今日は対人含めて最後ゲームまで持っていきたいなと思います。で、皆さんが、直近やった練習試合も見ました、ものすごいポジティブなものがあったので、
もっと良くなるだろうし、チームの決まり事とかコンセプトに背いて、しっかり向き合ってトレーニングで落とし込んでいきたいなと思いますので、今日は楽しく激しく、勝負にこだわってやっていきたいなと思います、ね、よろしくお願いします。さあ行きましょう。みんな怪我しないように奥に出すんですよ。インサイドパスして一回ちょっとボール触ろうか。余ったら入ります。ちょっとインサイドパスでこの後体重入るよ。しっかり止めていける、止めていける。いいよ、その距離でいいよ。もっともっと広がっていいよ、もっと広がっていいよ。オッケー、いいよ、いいよ。1がこっちで2が向こう行きます。もうシンプルな1対1。ただいい次でしっかりバトルします。誰が勝った、誰が負けた、これ点数つけます。で、ゴール決めたら2点。守備側、ボールを奪って外に出すか、このライン突破をしたら1点。シンプルにいきます。じゃあ1と2分かれて、いいか、1個1個こだわれよ。さあ、最後ついてきよう、ついてきよう。ゆっくり下がんない。この前だと下がる。ただ、ゴール前だよね。結構みんな寄せろ寄せろって言ったけど、そのまま取り組みしたい。このままズル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 下がっても意味ないから、右側が敵になってアクションを起こすという。ただ、このまま下がって下がって遅らすのはもう5年前です。今は自分たちでボールを取りに行く守備、下がるんじゃなくてボール奪いに行こうと思って、で、こっちは締めた。みんなはちょっと横ずれたら、じゃなくて足じゃなくてもう少し腕をうまく使え、腕を。足だけでいったらやっぱ変わってしまうから、腕でいく、腕と体でいく。で、足のステップをできるだけもうちょっと踏んでいい、どっちでもいけるように。 OK、 それ意識して、最後の体張るところはめちゃくちゃいい。抜かれてもあの体張るところはめちゃくちゃいい。キーパーもうちょっと引き出し、下がる、右切れ、右切れ、左切れ、もうちょっとアタックはいいよ。アタックの選手たち、続けよう。ラスト3周、もう一回はい、ゴー、そう、寄せれ、下がる、下がる、そう、変わった、変わった、変わった、そう、止まるまで、止まるまで、止まるまで、そうだ、ノーファー、ノーファー、下がら、下がら、下がら、そうだ、素晴らしい、グーオッケー、オッケー、オッケー、変わったよ。俺がストップって言うまでやって、少々出てもやめないで。OK、 はい、行け、すぐ、もう一回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 、プレイ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 、もう一回、もう一回、止めてよ、止め、止め、さあ、どうする、どうする、どうする、寄せる、寄せる、そう、いいっすね。 OK、OK、OK、 ボールの寄せの時に、そこの距離、そこの距離をさっきの1対1の時はできてた。ただ2対2になるともう一人いることによってそれがちょっとみんなできなくなってくる。今やで、ボール持ってる選手に横パス出して、この横パスのバックのアプローチがちょっと遅い。もうちょっといい、もうちょっといい、この横パスにどれだけ寄せられるか。 OK、 で、このチャレンジアンドカバーの時に今あったんだけど、寄せます、横パス出して、行かれたときにみんなこのままが多い。 OK、 全然いいことはしなくていい。ボール持って寄せたらかわされるときにこれぐらいやっていい。掴めとは言わない、掴めとは言わない。はい、出されたときにこれでいい。この触るなとも言わない、ファールしろとも言わない。ただいいよ、見て、これはしなくていい。ただちょっとでも寄せる、ちょっとでも当てる、これだけで、これだけでワンツー全然変わる。 OK、 そこの寄せるところ、横パスでどれだけいけるか、ワンツーのところのぶつかる、中指絞ると
さっきよりも守備ほんと30センチ。さあ、行こう。そう、いい距離、そう、そう、やりたいとかゲームまで行きたいっていうそういう気持ちが、練習の中ですごく大事。これで終わりかよっていうぐらいの練習を毎回やりたいってことは、みんながそれだけ練習に入ってるし、それだけ意欲もあるからそういう風に思えてる。だからそういう負荷のかけ方と強度っていうのはすごく良かった。で、今日見たその攻撃の部分と守備の部分でウィークなところとストロングの部分見れたのもすごく良かったし、一個一個積み上げていきたい。で、試合で映像で、自分が見た中で、8個ぐらいかな、これから改善していきたい部分があるから、そこは練習で積み上げていきたい、で、僕もスケジュール見たら結構練習来れる、どんどんみんなといい時間作って、レベルアップしていきたい、今日本当に何回も言うけど寒いし、強度出てるんで、しっかりお風呂入って食事とって睡眠とって怪我しないようにいいリカバリーしましょう。よし、じゃあお疲れした。そうですね、細かいところではあるんですけど、自分たちが足りない部分に対してのアプローチの仕方であったり、声掛け、モチベーションの上げ方とか強度の上げ方っていうところは、自分たちに足りなかった部分なので、平日の練習でここまで追い込めるっていうのはなかなか経験したことがなかったので、すごくいい練習、いい時間でした。圧倒的熱量を求めてます。自分も熱量あるんで叩き込んで上乗せしてほしいです。そうですね、今年のところはかなりチームの雰囲気よくスタートできていたんですけど、やっぱりこの緩みがちな2月ぐらいのタイミングで岩倉さんがもう一度気を引き締めてくれたというか、改めてリーグ戦に臨む前にチームとして同じ方向を向けたかなというふうに思います。そうですね、まずはリーグ優勝を、昨シーズン悔しい思いして1部から2部に落ちてしまったので1年で1部に戻るというところとですね、全勝優勝という形で、1年間を迎えられたらなと思います。初練習だったと思うんですけども、はい、終えていかがですか？いや、楽しかったですよ。でもあっという間ですよね。選手たちもすごく意欲的だし雰囲気もいいし、ただやっぱり自分が求められることとか、このチームに落とし込まなきゃいけないことってまだ山ほどあるんで、もう、本当こんぐらいしか過ぎないんで、今日はね、もっと良くなるんじゃないですか。なるほど。この2023年シーズン、こう牧野監督としてこう目標はありますか？いや、まずはカップ戦優勝かかってるし、取れるタイトル取りたい。あとはやっぱもうシンプルに昇格することですよね。上のステージに昇格することを目標にやりたいなと思うし、あとはそのチームの基盤をね、作ることっていうのが自分に求められていることだと思うんで、なんとなくやって勝ったとか、なんとなく勝ってなんか積み上げもないまま上のステージ行ったじゃなくて、なんか牧野が来たからこういう風に変わったとか、これが牧野が残したサッカーっていう風に、なんか形になるものを植え付けて
一個一個勝って上のステージ行きたいですね。はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様、また来てください。はい、ありがとうございました。